アメリカフロリダ州 NASA ケネディ宇宙センター。2010年3月、打ち上げ前の最終訓練に臨む7人の宇宙飛行士。その中に日本人女性初のミッションスペシャリスト山崎直子の姿があった。1996年4月、宇宙開発事業団 NASDA に入社。当時 NASDA では大規模な国際宇宙ステーション計画への参加が決定し、日本初の有人宇宙施設の開発が進められていた。大学で学んだ航空宇宙工学の知識を生かす絶好の場。プロジェクトチームで日夜奮闘の日々が始まった。立ち上げの当時は人数も少なくてものすごく忙しかったんですけれども、そういったその忙しい中でものすごく頑張り屋というか踏ん張ってくれて、旗で見てるこちらが心配するぐらい、まあ、頑張ってましたね。なのでものすごく負けず嫌いで頑張り屋でっていうような印象が、まあ、仕事の面では強かったですね。しかしそんな充実した日々の中で、心の中にある一つの夢を諦めきれずにいた。宇宙飛行士。教師になることを夢見ていた学生の頃、テレビからスペースシャトル打ち上げの中継映像が流れた。湧き上がる歓声に笑顔で手を振る7人のクルー。その中に民間から選ばれた高校教師出身の宇宙飛行士がいることを知る。教師という仕事と大好きな宇宙が結びついた瞬間だった。宇宙飛行士になりたい。その思いは日に日に強くなっていった。1999年2月、国際宇宙ステーションに搭乗することを目的として選抜された3人の宇宙飛行士候補者。その中に彼女の姿があった。デスクワークが大半だったエンジニア。その生活は見事なまでに一変する。待ち受けていたのは過酷で厳しい訓練の数々だった。2008年3月、彼女は宇宙飛行士として筑波宇宙センターの運用管制室にいた。日本初の有人宇宙施設希望組み立てミッションの開始である。山崎宇宙飛行士はクルーサポートアストロノートとして土井宇宙飛行士を支援。日本の皆さん、こちら希望です。日本にとって新しい、より素晴らしい宇宙時代の幕開けです。おめでとうございます。You are about people, hope.
Thank you very much.希望組み立てミッション開始から8ヶ月後、山崎宇宙飛行士は STS-131-19A のミッションスペシャリストに任命された。国際宇宙ステーションのその建設のに携わることができるというのは私にとっても本望でありましたので、本当に嬉しく思いました。この時クルーとして選ばれたのは山崎宇宙飛行士を含む7人の宇宙飛行士。そして2010年、念願のミッションが始まる。STS-131 ミッションの主な任務は、レオナルドと呼ばれる多目的補給モジュールに物資を搭載し、国際宇宙ステーションに輸送すること。レオナルドには JAXA の実験装置や希望で行われる実験の資料サンプルのほか、国際宇宙ステーション運用に関わるさまざまな物資が搭載されている。この物資を輸送するための責任者、ロードマスターとして山崎宇宙飛行士は任務を遂行する。ミッションの概要ですが、打ち上がってから翌日、フライトデー2日目に山崎宇宙飛行士はスペースシャトルのロボットアームを使って機体の耐熱タイルの損傷がないかという確認を行います。フライトデー3日目に ISS とドッキングを行います。飛行4日目には ISS のロボットアームを使ってスペースシャトルに搭載された多目的補給モジュールを取り外し、 ISS に結合する作業を行います。その後は船外活動が3回予定されていまして、その間は物資輸送を野口宇宙飛行士と協力して行います。その後は ISS に取り付けられた多目的補給モジュールをまた ISS のロボットアームを用いて取り外し、スペースシャトルに格納します。もちろん確実にですね、その大きなレオナルドと呼ばれている補給モジュールをゆっくりと、しかも国際宇宙ステーションの他の構造物にぶつけないように隙間を保ちながら確実に操作するという点で非常に気を使います。7名のクルーメイトと一緒にこのミッションをぜひ成功させるように頑張っていきたいと思っています。2010年春、完成を迎え、未来が次々と生まれている希望日本実験棟、そして野口宇宙飛行士が待つ完成間近の国際宇宙ステーションへ。山崎宇宙飛行士は希望の開発に関わってきましたので、エンジニアが実際に物を動かしている動いているところを見てどういう評価をするかっていう、その言葉も楽しみにしています。今活動している日本人宇宙飛行士の中でも、その開発に携わったという意味では一番その技術的に深いところを理解していると、あるいは経験が深いと思ってますので、そこを生かしてジェムの良さをですね、最大限に引き出してもらいたいと思ってます。また問題が発生したような時でも迅速な適切な対応ができると信じてます。私自身はいずれはですね、やはり国際宇宙ステーションで長期滞在もしてみたいですし、月で寺小屋を開いて、昔学校の先生に憧れていたので、月で寺小屋を開けたらいいなというのも夢の一つです。一
つの夢を叶えた彼女の目は今、希望のその先を見つめている。彼女の名は山崎直子、日本の宇宙飛行士である。